ワトソン級車両貨物輸送艦は、アメリカ海軍の輸送艦。大型中速ロールオンロールオフ船である。カリフォルニア州サンディエゴのナショナルスチールシップビルディング社で建造され発石が1998年から2002年にかけて収益した。2013年現在、世界最大のカスタービンエンジン推進艦であり、同時期に収益したボブホープ級と、 並びアメリカ海軍の海上輸送能力を大幅に向上させた。6層にわたる車両甲板に39万3000平方フィートの積載スペースを持ち主力戦車の M1 エブラムスを含む仙台程度の車両を、装備を一度に運搬可能であるとされる。完備と両限に設けられたランプによって車両は自走しての用途が可能であり、完備ランプも原側に下ろすことができる。 2機設けられた110トンクレーンも強力な0役能力を与えている。また、C ステート3の状態でも0役を行い得る。環境全面にヘリコプター艦板を持ち大型ヘリコプターの発着が可能であるが、特別な整備、完成のための設備を持たないことから、揚陸艦のようには使われない。ありがとうございます。